エームズベリーは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州の北東部、エセックス郡の最北部に位置する都市である。メリマック川の河口に近い左岸、ソールズベリー町の上流、ニューベリーポート市とウェストニューベリー町の対岸にある。2010年の国勢調査では、人口16,283人だった。元は、農業と工場の町だったが、今日ではほとんど住宅街となっている。 1637年、ソールズベリーとエームズベリーの地域で最初のイングランド人開拓者、ジョン・ベイリーがニューベリーの新しい開拓地からメリマック川を渡り、マルタ小屋を建て工作用に土地の開墾を始めた。ベイリーはイングランドの妻や子供たちに頼りを送るつもりだったが、彼らが合流することはなかった。ベイリーとその雇い人ウィリアム・スクーラーは、 スクーラーが犯した殺人で逮捕された。スクーラーは、その件で、公主刑になった。ベイリーは無罪を認められた。その後の開拓者によって、川での漁業権を認められ、ベイリーはそれにのみ頼ったので、漁業のために農業を諦めた。1638年9月6日、マサチューセッツ議会が、ニューベリーの請願者数人のために、メリマックサガンの北はハンプトンまで及ぶ範囲に、 メリマックと呼ぶことになるプランテーションを創設した。この者たちはタウンシップとして組織化する許可を与えられた。貝塚と矢尻があることが以前にインディアンの村だったことを示していた。そのインディアンは天然痘の犠牲になっていた。その地域はメリマック川沿いで狩猟主義を漏する部族の所有するままだった。開拓者たちは民兵隊を結成して可能性がある。 紛争の脅威に備えた。ある丘の頂部に貝塚が特に多い場所があり、そこから川が段をなして流れていたのを開拓。その丘はメリマックサガンの一部であり、川はニューハンプシャーに水源がある。今日この段をなす流れが滝と呼ばれることもあり、都市環境の中に埋没したままとなり、そこから瓦礫を集める傾向がある。プランテーションの開拓者たちはニューベリーを通って、 マサチューセッツ湾植民地に入っており、イングランド内戦によって移ってくることになった反乱者だった。通常は国王に侵入するが、この場合には従わなかった。彼らはイギリスで議会派と密接な結びつきを維持した。植民地の最高政府は植民地議会であり、自治を行い、独自の法を成立させ、裁判所を設立し、タウンシップを法人化し、 植民地人の生死を左右する権限を持ち、植民地全体を守っていた。イングランド国教会ではなく、1639年早春、60人の開拓者がインディアンによって開墾された土地に住んでいた。5月、5人の選別された計画委員会が、緑地、当初の街路、墓地を定め、特に最初の区画割は開拓者の富に応じて、区画の大きさを割り当てた。 9月4日、植民地議会が町の名をクリストファーとしたが、10月にはソールズベリーに変えた。これはおそらくイングランドのソールズベリーから来たクリストファー・バットの教唆によるものだった。バットは軍人であり、最初の民兵隊を訓練した。11月、植民地議会が6人の役人による政府を指名し、その政府が土地区画所有者にそこに住むのを求めた。 彼らはパウワウ川の西にも区画を割り当て始めた。1640年10月7日、植民地議会がソールズベリーを法人化した。すなわち、植民地によってその名前のタウンシップと独自の政府を法的に認め、法的に定義された領域に市民を住まわせる権限を与えた。当初のソールズベリーは現在の領域よりも数倍も大きかった。後年、 その領域からいくつかの町が分離独立した。1641年1月12日、タウンミーティングによってパウアウ川の北と西に最初の道路を引くことを命じた。4月21日、別のタウンミーティングによってウィリアム・オズグッドが町で最初の製材所を建設するという条件でパウアウ川に沿ったアップランドの50エーカーとメドウの10エーカーの所有を認めた。 それは、パウワウ川によって駆動される水車を使った。この製材所は地元で使う木材を製材しただけでなく、輸出用のパイプ板も作った。ニューベリーポートを分離し、新しい水路を浚渫して、ニューベリーポートの港を開く前の時代に、輸出のための経路は、パウワウ川を降り、現在公的な渡し場ある場所でメリマック川を渡し、フェリー道路を通り、一部は放棄された旧フェリー道路と、 なり、現在の灰通り、ニューベリーポート、ロワー,ーグリーンに近いパーカー側の桟橋、ニューベリーに至っていた。1642年には、パウワウガの場所に製粉所が追加された。パウワウガの落差90フィートがその後の工場に、水力を提供した。1642年、町は30家族にパウワウガの西に住居を構え、新しい町を作るよう命令した。 しかし誰も応じなかった。しかし多くの資料でこの日付は、エイムズベリーとなる場所に初めて法的に自治体を認めたことが、開拓地という言葉で表されている。1643年5月10日、植民地議会は、マサチューセッツ湾植民地をエセックス、ノーフォーク、ミドルセックス、サフォークという4つのシャイアに分割した。これらの名前は、ボストンに対する関係が、 語源になっている。例えばノーフォークはノースフォークである。ノーフォークにはソールズベリー、ハンプトン、ヘーブリル、エクセター、ドーバー、ストロベリーバンクが含まれたが、どれも正確に境界を定めてはいなかった。この分割は裁判所の配分に基づく法的便宜だった。1635年3月3日に最初の4裁判所を設立してから、 議会は裁判所を増やし、配分することが必要だと分かり、それで、判事は、移動に時間を使わずに、事件の解決に時間を避けるようになった。シャイアの一員である、主条件は法人化だった。イーストソールズベリーの住民がその土地を売って、新しい町に移ったことで、パウア川ウの西岸は、個人が所有した。しかし、新しい町は強制力のない紙の上の、契約のままだった。 1654年1月14日、タウンミーティングで採択された合意条項によって、ソールズベーリーはオールドタウンとニュータウンに分割され、それぞれが独自の事情を処理することとなった。境界線はパウワウ側だった。合意条項は1655年1月19日に発行となった。ニュータウンの新しい政府は公的な関心のある。 あらゆる事項に権限があることを宣言した。ニュータウンはこの時もオールドタウンに税金を払い続け、そこからのサービスを期待していた。オールドタウンの委員会は、公正な代表のためにニュータウンの委員も受け入れていた。この合意は、解決事項とも呼ばれたが、すでに占有されていた土地を占有するという感覚では、なかった。1658年5月26日。 ニュータウンは議会に独立した町の状態を請願した。しかし、オールドタウンは解決事項を守らなかった。その請願は拒否された。問題は宗教が重要になった。改修派教会を設立した法は、礼拝への出席を義務付け、欠席の場合は罰金が課され、教会と説教師は税金で賄う必要があった。オールドタウンは、 単純に新しい教会に税金を渡す余裕はなかった。議会に反抗しようとしているニュータウン牧師のジョセフ P3 とその会派は、イプスウィッチの蓄財裁判所に召喚され、その不服従に対して釈明を求められ、そこで罰金が課された。P3 は説教を禁じられた。この問題は引きずられた。1660年に行われた新たな請願も否決された。 数マイル離れた教会の礼拝に出席するという負担が大変重くなったので、ニュータウンは新しい集会所を建設して、議会に説教師を見つけてくれるよう要請した。裁判所は1666年の請願に応じ、ニュータウンにタウンシップの自由を認めた。町は非公式に法人化された。すなわち6月15日の選挙で選ばれた役人で、 政府が構成された。町はニューソールズベリーと名付けられたが、1667年にはイングランドのソールズベリーの隣にある町、エームズベリーにちなみ、エームズベリーに変更された。このことは2つの名前の語源には特に関連がないことを示している。1668年4月29日、エームズベリーは公式に法人化を認められた。 この時までに問題なくあったピューリタンの力が失われていた。イングランドの国王が1660年くらい福井市ピューリタンの指導者は国王殺しとして、また国王の支配下にある植民地をピューリタンが支配しようとしたとして処刑された。国王チャールズ2世は植民地の事情により積極的な役割を果たそうとしたが、外して成功しなかった。 王党派総督と議会の間で闘争が始まり、それが長く続き、議会が権限の多くを失った。フィリップ王戦争は、インディアンがヤンキーを追い出そうとした最後で最大の試みだったが、その間は総督も議会もそれにかかりきりになった。その戦争が終わった時に、王室領ニューハンプシャー植民地が創設され、ノーフォーク社や北部のいくつかの町がその中に組み込まれたので、 議会の権限が小さくなった。マサチューセッツ湾植民地はニューイングランドのほとんどであったものが、その大きさを減らして、ほぼ現在の領域になった。議会はノーフォークシャイアを解体し、ソールズベリーとエームズベリーをエセックス軍に移管した。しかしそれだけでは収まらなかった。以前のノーフォークシャイア北部は何度もその形を変え、最後にニューハンプシャーに落ち着くことになった。 1876年ウェスト・エームズベリーからメリマック町が創設された。1886年ウェスト・ソールズベリーがエームズベリーに併設されパウアウ川両岸の工場地帯を統一した。エームズベリーは質素な農業町として始まり、積極的な開示と工業の経済を発展させた。造船と海運や漁業も重要だった。メリマック川を ニューベリーポートに渡す船は活発な事業だったが、リアシ前の橋が建設されるまでだった。ニューハンプシャーのニュートン町が1741年にエームズベリーから分離し、エームズベリーの北側境界すなわち2つの植民地の境界が調整された。19世紀、滝のところに繊維工場が建設され、さらに釘を作る機械化工場は国内初のものと考えられている。 メリマック帽子会社は帽子の最大生産量を誇った。1853年から馬車の生産で有名になり、それが自動車車体の製造に変わっていった。工業は世界恐慌と共に終わった。エームズベリーではホイトのバッファロイン、ピーナッツバターキッスも生産していた。19世紀に発行された新聞としては、エームズベリーデイリーニュース、メリマックジャーナル、 モーニングクーリエ、イブニングクーリエ、ニューイングランドクロニクル、トランスクリップとビレジャーがあった。20世紀には、エームズベリーアドボケート、エームズベリーニューズ、エームズベリータイムズ、リーダーが発行された。1876年、メリマック町がエームズベリーから分離した。1996年、エームズベリーは町から死に変わり。 市長と市政委員会の政府形態を採用したが、名称には町を残している。これは住民がエームズベリーはあまりに小さくて、市とは言いにくいと判断したからだった。2011年11月の住民投票で、市は公式にエームズベリー市に変更し、昔のエームズベリー城という故障を外すという検証修正を承認した。それでも市長には、 エームズベリー町という表示が残っているので、支障を修正する法案を検討中である。現在のエームズベリーには、連邦様式やビクトリア様式の建築物が多く残っている。近年、歴史的中心街を修復し、多くの新しいレストランが開店した。レナード・クラスケが制作した彫刻の同ー,ーイが、エームズベリー中学校前の芝生に立っている。 1929年11月11日に除幕された。クラスケはグロスター市にある漁師の記念碑を制作したことで著名である。エームズベリー生まれで後にニューハンプシャー州知事になったジョサイアバートレットの記念碑もここにある。パウアウヒルから北東を望むエームズベリー市は北緯42度51分29秒整形70度55分50秒。 北緯42.85806度整形70.93056度、42.85806-70.93056に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は13.7平方マイルであり、このうち陸地12.3平方マイル、水域は1.5平方マイルで、水域率は10.65%である。 市内をパウアウ川が流れている。標高331フィートのパウアウヒルが市内最高地点である。かつてはインディアンが集まるパウアウが行われた場所であり、メイン州やミサキまで望むことができる。マサチューセッツ州では最メディマック川の北岸にあり、東はソールズベリー町、南東はニューベリーポート市、南西はウェストニューベリー町、西はメディマック町。 北は、ニューハンプシャー州、サウスハンプトン町に接している。パウワウ川が市を2分し、市の中心近くでバック川と合流する。ガードナー湖とタクスベリー池を通って流れる。市内には他にもアッティタシコ湖、メドーブルック池、パッテンズ池などの水域がある。いくつかの小川も市内を流れている。市有林があり、ウッドサム農園に接続し、パウワウ保護地。 ビクトリア・バチェルダー公園、エイムズベリーガルフカントリークラブにつながる。ウィッティア記念橋ニューベリーポートとエイムズベリーの間の幹線道である。週刊高速道路95号線を渡している。エイムズベリーには2本の週刊高速道路が通っている。週刊高速道路495号線は市内を東西に走り、 ソールズベリーとの境で、週刊高速道路95号線に当たって終わる。市内には出口が2つある。出口54はマサチューセッツ州道1 5 5号線に接続し、市内を通ってニューハンプシャー州道1 5 5号線に接続する。出口55は州道1 1 5号線に接続し、それが週刊高速道路95号線では、 唯一の出口58につながっている。週刊高速道路95号線は、市の南東隅を横切り、メリマック川を渡す高生トラス橋のジョングリーンリーフ、ウィッティア記念橋を通る。デレクエスハインズ記念橋が、メリマック川を渡る、もう一つの橋であり、エイムズベリーとディア島とを結び、州内では唯一の吊り橋であるチェーン橋で、ニューベリーポートに渡る。 現在の橋は1909年建設だが、その前の1810年建設の橋は、国内でも最古クラスの吊り橋だった。チェーン橋とハインズキ念橋はメリマック川を渡す主要道路であり続けたが、メリマック川に架かる橋の中では最東部にニューベリーポートターンパイク橋が建設された。メリマックバレー地域交通公社が市内のバス便を運行している。51系統は、 ヘイブリル鉄道駅とを結び、系統54はニューベリーポート鉄道駅とを結んでいる。マーケット広場からメインストリートを望む1 9エイムズベリーの高校フットボールはニューベリーポート高校のフットボールチームと毎年感謝祭の日に対抗試合を行っている。2012年時点でエイムズベリー公共図書館ではブレインヒューズ、センゲージラーニング、エブスコインダストリーズ、 ラーニングエクスプレス、ライブラリーアイディアズ、マンゴーランゲージズ、ニュースバンク、オンラインコンピュータライブラリーセンター、プロクエスト、タンブルブックライブラリー、ワールドブックオブ、バークシャーハサウェイ、ワールドトレードプレスが制作する情報源へのアクセスができる。この公共図書館には広範な土地の歴史と系譜を集めており、研究用に公開されている。エームズベリースポーツ公園が市内にある。 ロームツリーヒルはスキー場として著名になった。長さ1000フィートのロープ棟があり、ゲレンデを登ることができた。このスキー場がいつ閉鎖されたかは不明である。後に同じ丘でオープンされた。現在は人工雪設備や夜間照明装置がある。この丘のふもとには多くの運動場があり、サッカー、ラグビーなどが行える。他にスパルタンレース、カラーラン ウォリアーダッシュなど障害レースもできる。ありがとうございます。